海外の自動車とかいっぱい教わってるじゃないですか。で、まあ、これまでのいろんな勉強、この勉強会でもいろんな海外の指導者の方の、イタリアの指導者だったりとか、イギリスの指導者だったりとかもね、お国柄だったりとか、まあ、パーソナリティありますけども、やっぱりその、自分の弱点を強みに変えた表現とかっていうのは結構、そちらの皆様ってお得意な気もするんですよね。もしそれを魅力に変えていくだったりとかってことも。あと、その中でもやっぱり、採点に、点数に、変わってくる部分に関してはならぬものはならぬってこともあるでしょうし、そういった機微のうまい表現の仕方で、あ、これはっていうのが、もしいくつかあったら。そうですね。で、とりあえず、まあ、海外のキャンプに行って、まあ、イギリスとイタリアとってあったんですけど、その中でもどっちもあったのが、さっき小倉さんが言ってたみたいな、相手のいいところを、ポジティブなといいところを、いつもカップルで一緒にいるけど、なんか相手のいいところをそれぞれ10個、言い合えみたいなことは言わされたことがあります。今までそんなことしたこともないので、みたいな感じで言って、でもみんなキャーキャー言いながら やるんですけど、もうないの、なんか足りないよとか言いながらやってましたけど、それは、イギリスもイタリアもやってて、日本人だとそういうのあんまないなっていうのは本当思いましたね。なんか苦手な方をとりあえず頑張ろうみたいな感じでなっちゃうので、ポジティブな方をいい方を伸ばしていこうっていう考え方のが多いかなっていうのは、指導されてる時にはすごい思いました。いいものをどんどん伸ばしていこうって、別に多分いいものに対してあんま良くないもの、苦手なものはついてくるでしょうみたいな感じでよく言われます。なんか苦手なものはすごいいっぱい練習も結局はするでしょうみたいな から別にもっとそれよりももっといいもの伸ばしてもっともっとレベルを上げていけみたいなことはよく言われるなと思います。ただその先生たちがこう自分はこれ苦手だったからこれで成功したんだみたいなことはなんかあんま話してはくれないので あんま聞かないなって思います。10個とか20個、30個ってその数がいっぱいってのは大事なんでしょうね。さっきも言ったかもしれないですけど、やっぱり2、3個って結構ホームルームとかでやってるとかするじゃないですか、学校でも。2、3個の。で、大体一緒なんですよね。10人って結局この3つかみたいな。で、そうやっていっぱい言っていかないと見えてこないし、人のも相手のも、相手の良さも見えてこないでしょうし、まあ自分自身もそうだし、相手のもそうだし、やっぱり数、結構大事かもしれないですね。